こんにちは、ナオです。今回はこのタミヤのスプレーワークパワーコンプレッサーの開封レビューを行いたいと思います。このコンプレッサーを購入した目的なんですが、ズバリ時短です。今はクレオスのエルゴというコンプレッサーを使っているんですが、特に不満があったわけではないんです。ただこのタミヤのコンプレッサーのように高圧で塗装できると塗料の希釈を濃くして発色までの塗装回数を減らせたり、あとリターダーなしでもムラになりにくかったりするらしいんですよね。なので今回試しに購入してみることにしました。はい、それでは早速中身を見ていきたいと思います。まずはスポンジね、これ大事。さらに説明書と注意書きの紙。はい、出ました、この四角い箱。これこの商品の目玉でもあるんですが、これ何に使うかというと、同じく付属のエアブラシハンガーと組み合わせることによって、ここにエアブラシを置くだけでコンプレッサー本体の電源を切ることができます。これは便利ですね。はい、続いて中身を見ていきます。圧力計付きのエアレギュレーターですね。最大圧力は 0.4 メガパスカルなんですが、メモリは 0.7 メガパスカルまで刻んであります。このバルブを開けたり閉めたりすることによって圧力を変えることができます。空気を圧縮すると水が出てくるんですが、その水を溜めておくケースには金属製のカバーがついています。下のスイッチを押すと水が排出されるみたいです。圧がかかっている時に押すとこうプシャーって感じで勢いよく出てくるので、ちょっと注意した方がいいと思います。クランプがついているので本体から少し離れた場所に設置することもできます。さらにこれにさっきのハンガースイッチを取り付けるみたいです。次にオレンジ色のホース、これは本体とレギュレーターをつなぐものだと思います。そしてはい、出ました、本体ですね。結構コンパクト。あとスパイラルホースも付属しています。これはエアブラシとレギュレーターをつなぐものだと思います。ちなみにエアブラシは付属していないので別で購入する必要があります。セット内は本体とホースが2本、あとエアブラシハンガーとレギュレーターの計5点です。はい、それでは組み立てていきたいと思います。ただ組み立てると言ってもホースをつなぐだけなんでね、朝飯前だと思います、こんなのね。ここの部分なんか鏡面仕上げになっててかっこいいですね。本体の上にはハンドルがついてるのも持ちやすくていいですね。電源ケーブルも太めで安心できます。このオレンジ色のホースでコンプレッサー本体とレギュレーターを接続します。ちゃんと閉めないとエアが漏れてしまうので結構しっかりめに閉めておきます。レギュレーターのクランプなんですが、片側にしかゴムがついていません。本体に取り付けを行う場合はひさしの部分の裏側にゴムがついているので問題ないんですが、テーブルなどに取り付ける場合は傷つかないように工夫する必要があります。次にレギュレーターから出ているホースをコンプレッサー本体に取り付けます。ここのちょっとガタガタしている部分に取り付け用の穴があります。ここもさっきと同様エアが漏れないようにしっかりと取り付けます。次に今度はレギュレーターとエアブラシを接続します。セットにスパイラルホースが付属するのでこれを使ってもいいんですが、今回は手持ちのホースをつなげます。ここをつなげば組み立ては完了です。本体の電源スイッチは反対側にあります。レギュレーターのクランプにネジ穴がついているので、そこにエアブラシホルダーを取り付けます。エアブラシを置いた時にちゃんとスイッチが作動するか確認します。大丈夫そうですね。スイッチからは電源ケーブルが出ているのでこれを本体に取り付けます。はい、これでようやく準備が整いました。それでは本体の電源を入れてみたいと思います。
はい、スイッチを入れたんですが、なんと動かず、しかもコンプレッサーが勝手に動き出してる。何なんだよこれ。マジか、勘弁してくれよ。いや、開封してホースをつなげただけなので、それで壊れるってことはさすがにないので、これは初期不良引いたかなと思ったんですが、とりあえずいろいろいじってるうちにある法則を見つけることに成功しました。レギュレーターのバルブを開けて圧力を 0.4 メガパスカル以上にするとエアが出るようになります。逆に圧力を 0.4 メガパスカル以下にすると全くエアが出なくなります。いや、でもこれだとちょっと使えないですよね。はい、そこでマニュアルを確認したところ、なんと実に単純でした。レギュレーターには2箇所ホースを取り付ける箇所があるんですが、反対側に取り付けていました。ちょっと恥ずかしい間違いだったんですが、原因が分かってよかったです。それでホースをつなぎ直したところ、はい、完璧に動作しました。いや、一時はねどうなるかと思ったんですが、無事に動作して本当に良かったです。はい、というわけでここからは今まで使ってたエルゴと比較をしていきたいと思います。まずは圧力チェック、だいたい 0.15 メガパスカルあたりでの使用を想定しているので、試しに吹いてみます。結構力強いですね。エルゴは 0.1 メガパスカルに圧力をセットしています。差はわずか 0.05 メガパスカルなんですが、結構違いますね。続いて作動音です。タミヤのパワーコンプレッサーはだいたい68、69あたりで、最大で70デシベルくらいでした。本体の温度は場所によって違うんですが、最大で64度のところがありました。クレオスのエルゴの作動音はだいたい53デシベルあたり。エアブラシを動作させると少し音が大きくなります。温度はかなり低い29度あたり。34って出たのは私の体温です。今までエルゴではこの2種類のシンナーを使って塗料を薄めていました。両方ともリターダーという添加剤が入っているので乾燥時間が少し遅くなるんですが、低圧で吹いてもムラになりにくかったんです。タミヤのコンプレッサーでは主にこの2種類のシンナーを使う予定です。この2つのシンナーにはリターダーは入っていないんですが、乾燥時間が早い代わりに高圧で一気に吹きつけることでムラになりにくくなります。それでは実際に塗装してみたいと思います。クレオスの1500番のサーフェイサーをガイアノーツのプロユースシンナーで1対1で希釈したものを使用します。まずはエルゴで圧力 0.1 メガパスカルで塗装します。乾燥時間は気温や湿度で変わりますが、室温は約24度、湿度は 50% くらいでした。乾燥にかかった時間はだいたい15分から16分くらい。リターダー入りのシンナーだともっと乾燥に時間がかかります。次にタミヤのパワーコンプレッサーで圧力が 0.15 メガパスカルで塗装したいと思います。たった 0.05 メガパスカルの違いなんですが、めちゃくちゃパワフルです。乾燥にかかった時間はだいたい5分から6分くらい。いや、結構早いですね。エルゴよりも3倍近く早く乾燥するとは正直驚きました。まとめです。上はメーカーの資料から、下は今回私が調べた値です。最大圧力ですが、高圧で塗装できるコンプレッサーだとできることが広がるのがいいと思います。
海外の水性塗料はだいたい 0.15 メガパスカル以上じゃないと塗装できないみたいですからね。定格時間はエルゴの方が優れています。タミヤは40分ですが、ハンガースイッチをうまく利用すれば塗装時間が延長できると思います。圧力を少し上げて塗装しただけで乾燥時間を大幅に短縮できたのは本当に驚きました。これはかなりの時短につながりそうですね。はい、というわけで今回のレビューはここまでになります。動画を楽しんでいただけた場合は高評価をお願いします。チャンネル登録もお願いします。